はい、今ですね、どこにいるかっていうとタイのプーケットにいます。プーケットの、パトンビーチのパトンパレスというホテル泊まってるんですけどね、 250cc のホンダのホルサーをね借りました。ビッグスクーターです。で、今からプーケット島を一周するところなんですけど、今、これいくらで借りたかって700バーツです。日本円でだいたい2300円ぐらいなんですけど、皆さんにねちょっと注意したい点があります。これはよく日本人のお客さんがね、人々がよく被害になっているので、こういう被害にならないために言及させていただきたいと思います。だって私はかつて旅行会社で働いてですね、日本で働いた後海外支店でも働いたんですけど、その時に多くのお客様がですね、そういった被害になったので言及させていただきたいんですけど、まず車やバイクを借りる際っていうのは必ず乗る前ね、借りる前にチェックしないといけないです。このスタッフとね、もちろんそのスタッフがわざとやるってこともありますし、そうわざじゃないこともあるんですけど、例えばこういったところ、今ここ傷が入ってるんですけど、ここですね。で、こんな感じで最初から傷入ってるのにお前が壊したんだろうっていうふうな言ってくるわざともいますし、まあそれを最初から知らなかったってね、チェックしなかったからっていうのもありますので、必ず乗る前に、チェックをしなければならないです。で、エンジンをかけてみてちゃんと作動するか作動しないか、そういったところもかけないと後で弁償させる可能性あるので、できれば写真とか動画を撮ってですね、確認する必要があります。フォルサー250